ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとう。何歩あってもいいですからね。何歩あってもね、いいですからね。三度も拝めるとは。あ、団子、団子が飛んできた。花より団子っつって。カチューシャになった。そうなの。カチューシャになったよ。ジヤジヤじゃん。しかもなんかすごいぴったり。見て。合わせたんかっていうぐらいぴったりのカチューシャ。すごい。買ってあった。ちょうどいいのがあった。ぴったり。やったー。やったやったー。天才。天才でしょ。天才的なアイドル様。似合ってる。やったぜ。はなはな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 。やっほー。久々。久しぶりです。やっほー。天才。寝そうだったけど通知来て飛び起きた。おはよう。おはー。今眠たいよね。眠たい時間だよね。4時、4時じゃないかも。さっき始まりが4時半だった。何時？5時。何時？何時？今何時？一大事。5時43分だった。一大事。てれ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 。眠気こまなくて困ってる。私今日めっちゃ久しぶりに、昨日の夜めっちゃ久しぶりに早寝したんですよ。お話し会の日めっちゃ朝早いから。そう、最近ずっと鼻込み書いてて、なんか夜中まで書いてて、すごい深夜になっちゃってたから、毎日久しぶりに0時前に寝ようと思って布団に入ったんだけど、全然寝れなかったけど、いつの間にか寝てた。目が、何、脳が冴えちゃって冴えちゃって、眠れないよ0時前になんかって言ってたけど、寝た。いつの間にか寝てたら、0時前寝たら、今日早く起きたんだけど、なんかいつもより目覚めが良かった。目覚めがいい。いつもはなんかうにゃうにゃしてて全然なんか起きれないんだけど、一発目で、今日は一発目で脳がはっ、冴えた。うにゃ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 。寝言言うのかな、言ってないよ多分、知らんけど。9時間バイトした後のショールーム最高っす。最高。お疲れ。夢は見てないかも。見たかな。見てないかな。今日の調子はどうですか。今日の調子、鼻水が出るよ。夢に花ちゃん出てきた？出てきたことある？私出てきたことある？いい夢見ろよ。花花。熟睡できてるんだ。いいな。みんな眠れてる？ちゃんと。対面の日、5時起きだったけど、すっきり起きれたから楽しみのパワーってすごい。お、すごい。すごいよ。そうだよね、イベントの時とかってみんな早起きしたりするもんね。私も一緒、早起きする。ずっとアレルギーで鼻水とくしゃみが止まらない。バケルー。鼻かんでツインテールアタック。ツインテールアタック。夢だ。夢でファンサしてたって。ファンサしちゃうぞ。イコラブちゃんに加入してる夢何度も見たことある。最高じゃん。一緒にライブしようね。
何歌う？イコラブに入ったらみんな何したい？お題、イコラブにみんながもし入ったら何をしたいですか？昼寝しまくってる？いいじゃん。眠れるときは眠りなさい。毎日面白い夢見てる。どんな夢？気になるわ。どうやったら夢に出てくる？眠る前に花ちゃんって唱えればいいんじゃない？毎日花ちゃんのこと考えてたら出てくるんじゃない？サンボマスターさんのライブに行った。お、いいね。夢で会うのが夢？ハート作った？夢の中でハート、やった。仕事でいつも5時起き、あ、早いわ。対面イベントの時はいつも4時台に起きてる。激早やん。4時、夜じゃん。何サブリミナルセンターで歌いたい。もしイコラブに入ったら花ちゃんに報告ある。何ツインテールほんと可愛い、大好き。代理でコール浴びたい。あ、コール浴びたい。コールね、確かに浴びてみたいか。浴びてみたいよね。言ってあげるね今度。コールしてくださいってお話し会とかで言ったらコールするね。MV 撮影したい。してみたいよね。バル憧れるよね。バンド隊トリガーのやりたい。やろうね一緒に。ちょっとバンドはね、あのドラムは私担当してるんで、ドラムとギターとボーカル以外でお願いします。花ちゃんとお昼ご飯食べたい。食べよう、一緒に食べよう。ラブロッキー歌いたい。一緒に歌おう。じゃあ覚えておいてね、それまで。みんなでご飯、ファンさせて、ファンの反応楽しみたい。みんなね楽しいよ、みんなそれぞれで。ファンさせてる時のみんなの反応めっちゃ楽しい。みんなの反応見るの、いろんな反応が返ってきてて面白い、楽しい、嬉しい。大好き。歓声浴びたい。いや歓声はね嬉しいよね。ヒロインズコール浴びたい。なんだかなんだ、可愛い衣装着たい。可愛い衣装ね着たいよね。サブリミナル歌いたい。サブリミナル歌いたい人多め。愛知最高やったで、ありがとな。16枚目で好きな曲なんですか？全部好きだよ。全部好きよ。呪って呪ってが一番好きかな。中でもやっぱり花ちゃんのオタクで いないなんてメンバーとわちゃわちゃしたい。わちゃわちゃしたいよね、やっぱ有名じゃない。あ、バギー乗ってみたい。バギーね、どっか乗れるとこあるかな。バギー伊藤さんにだるがら見したい。さっき来てたフルーツ大福持ってきてくれました。夢見るときいつもイコラブ出てくる。お、すごいレアじゃん。はなはな、毎回急にライブ決まって何にも振り覚えてないよってめちゃくちゃ焦る夢見てます。楽しそう。夢の中めっちゃ楽しそう。こんにちは、トロッコ乗ってファンさせたい。憧れるよね。一緒にコールする。さっきの話し会すごい楽しかった、ありがとう。富士急で水かけまくりたい。確かになかなかできないね、水かけまくるって。旅行したい。髪色戻したアンナちゃん、青くなってた。楽屋でワークワチャワチャ、特典映像撮影ついてきた。特典映像ね、いつもね楽しいこといっぱいやってるからね。広島見ましたか、もうノロノロの特典映像。あれ、目覚ましライブ撮った時に広島一緒に撮りました。
楽しかった。めっちゃ初めて広島ちゃんと観光できてめっちゃ楽しかった。牡蠣めっちゃ食べた。ちょうどその宮島行った時に結構その目覚ましライブからイコラブのファンの方とか何人か来ていらっしゃるのを見かけました。イコラブのサビで行くぞって花道ダッシュしたい。花道ダッシュ楽しいよ。可愛すぎる。ファンスされた時後ろにのけぞる。わケータリング食べ尽くしたい。ケータリングはね、夢のようにいっぱいあるケータリング。みたいな。ヒロインズのセリフみんなで言ってた。知らんけどかっこよすぎた。ありがとう。ノロノロで初めてオンライン参加するの。あ、話せる、楽しみにってるね。嬉しい、ありがとう。髪色好き。やっと休憩とショールームかぶった。やったー。みんな休憩時間ってさ、いつなんだろう。いつなの。みんなそれぞれ違うだろうけど。今は5時、6時前に休憩ってことなのかな。6時になって何時。あ、じゃあ6時までとかなのかな。お疲れ。お話し会緊張すぎて全然話せなかった。緊張しちゃうね。行かないジャイフェスあるんですかって、ここだけの話どうかな。イコラブちゃんと過ごせるのは何でも夢みたいで、これって言えないな。確かに確かに。と、あ、そう、マツダスタジアムそう行けなかったんだよね、時間が足りなくて。そうなの、行きたかった。牡蠣うまそうだった、牡蠣美味しかった。そう、ナレーション初めて特典映像でナレーションした。多分花ちゃんと話すの本当楽しい。ありがとう。あ、日テレジェスチャーゲームしてた。あ、ありがとう、見てくれて。広島行ってみたくなった。楽しかった広島。牡蠣いっぱい食べたのに揚げもみじ食べたかったね。今来る。花ちゃん可愛かった。揚げもみじ食べなかったんだけど、食べれなかった。そうなの。その後にさ、あのもみじまんじゅうとなんかお皿作るみたいな、お皿作る体験したんですけど、もみじまんじゅう食べれるかなって思ったら食べれなかった。食べれなかった、食べれなかったよ、もみじまんじゅう。お土産で買って帰ったよ。あ、休憩時間教えてくれてる。12時から1時、何時、1時間、11時からか12時。12時5分から1時5分。あ、でも1時間あるんだ。その日の忙しさで変わるかも。そうなのか、そうなのか。休憩時間、配信始まったら休憩行ってる。あ、私の配信始まったらね。私何、夢に出てくる花ちゃんのあざとさやばい。笑顔がめっちゃ好き。緊張しちゃって花ちゃんと話すと片言外国人になってしまう。ほんまですか。お昼ご飯で1回と6時前に1回ある。あ、なるほどね、2回ずつってことなのか。インスタライブしてほしい。あ、インスタライブもいつかするね。目の前来てくれて最高だった。愛知、
ありがとう。あ、私の夢に出てきてくれないって、いつか登場するね。ツアー愛知初めてのライブ楽しかった。と、初ライブ最近来て行きましたって方が結構多くてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。神奈川電はご存知？ご存知も何も、一緒にあのお仕事したことありますよ。神奈川電めっちゃ昔に。神奈川電また行きたい。花ちゃんとお話ししたい。お話しような。作業しながら横目にしろ見て。作業お疲れ。もみじまんじゅう、もみじまんじゅう食べたかったってそんなに言ってたんだ私。どんだけもみじまんじゅう食べたかったんだろう。もみじまんじゅうが食べたくてしょうがなかったんだ私。塾講師はあんまり休憩時間ないって、みんなそれぞれだね。お疲れ様。うん、ヤンバありがとう、ありがとう。2個作って1個私のって言ってた。そうで、1個私のだって思ってたら、私のだって思ってたら、あのどっちも上手のだった。美味しくいただいてた。食べてくれてありがとう。めっちゃおもろい。夢の中のはなちゃんに話しかけられたらめっちゃ苦笑いされた。ごめんって、ごめんって。愛知イヤモニしてるのにトロッコ振り向いてくれてラブ。振り向いちゃったよ。最近やっとコールできるようになって、もっとライブ楽しくなってきた。いいね、嬉しい。コールコールね、できるようになると楽しいよね。ある、たまにそのイヤモニしてないライブがたまにあると、こんなところでこんなコール入ってたんだっていうのが結構あってびっくりする。な、神奈川で懐かしい、懐かしい。おみじまんじゅう大好き、美味しいからね、仕方ないね。あ、お家で揚げもみじ作れるキット買って帰ってよね。売ってた、ノーマルにしちゃった。でもいっぱい入ってるの買った気がする。ロック画面はなちゃんとツーショットにしてたら職場の皆様に可愛いと褒められてよ。やったじゃん。アルフォート好き、アルフォート好きだよ、何でも好きだよ。本日3回目ですか。めっちゃ空き時間でね、あの休憩時間っていうものがねあるのよね。休憩時間があるんだよ、話し会知ってた、覚えておいてよろしくね。第3ボタンコール入れていいかなって、わかんない。いいんじゃない。と、愛知席一番後ろだったけど楽しかったよって、な、よかった。お話しありがとうって、ありがとうね。揚げもみじと揚げまんじゅうって同じ感じ、同じ感じだと思う。違うかな、分かんない。休憩して、休憩してるよ。佐野ラーメン、佐野ラーメンこんばんは。佐野先生、マイカチ寝てますか。マイカチ寝てるかな、今会ってないな。この10パズルで花ちゃん PLR 使ってます。強そう。強いです、強かった、強いです。あ、やっと LR で出たって。 LR やった、ありがとう。お茶いっぱい開けちゃった、ごめんなさい。レベル、何時？
6時だ、6時だよ。あれ次が6時半から、9時半から、チュチュンチュンチュチュン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 。はなちゃんの頭穂聞いてみたい。可愛いよね頭穂ね。次行きたい都道府県は、金沢、石川県に行きたい。私は寝てます、おやすみ。今お家帰っていた、おかえり。今日初めてお話し会だった。お、今度はなちゃんも応募する。お、待ってるよ。最近はなちゃんの可愛さに今頃気づきました。遅くなってすみません。遅すぎるよ、遅すぎるんじゃないの、ちょっと遅いよ。声聞くと癒される。はなちゃんに夢中すぎます、夢中になっちゃえ。グリーンアリーナでイコラブちゃんにライブしてほしい。グリーンアリーナ広そう、アリーナだ。お米を炊く時間、定時ダッシュ、定時ダッシュ決めました。定時ダッシュ6時終わり、6時終わりのミン。おいで。ほうじ茶、ほうじ茶美味しいんだ。福井が新幹線が開通してめっちゃ盛り上がってる。石川お隣行きたいわ。明日お話し会行くから待っていってね。待ってるよ、明日もお話し会ある。四国行ったことない。四国ね、みんな行きたいって言ってる。イコラブメンバー行きたい、私も行きたい。大阪城ホール、大阪城ホールってさ広いんでしょ。どんくらい入るんだろう大阪城ホール。いつもさスペイベやってるところの会場のさめっちゃ近くにさあるよね。裏動線 IMP ホール、 IMP ホールでやってる、 IMP ホールの裏動線からいつも窓から見える大阪城ホール。石川へおいで。福井、福井来てください。今日のご飯何がいい、何がいいかな。ハンバーグ。情報はアリーナで一番見やすいと思ってる。お、そうなんだ。やっぱ見やすさって大事だよね。わかるよ。ツアー1でレスクリートありがとう、ありがとう。16,000人、めっちゃ広い、めっちゃ広いやないかい。来週の話聞くね。うん、待ってる。岩手、岩手行きたい。岩手、石割桜じゃん、石割桜。北海道大好き。北海道、福岡、福岡もねなかなか行く機会がね少ないからね。去年のツアーはあったけどしなかったからね。九州も行きたい。ハンバーグにしようと思ってた。あ、私すぐハンバーグって言っちゃう。ハンバーグ好きみたい。来週のイコラブ会楽しみ。そう、来週のイコラブ会、来週イコラブ会、ノロノロ初スペイベ、ノロノロ、そこでカップリングもやるのかな。あ、ワールド記念ホールもめっちゃ見やすかった。あ、確かに私たちも体感なんかコンパクト感があるなって思った。石割桜、石割桜知ってるよ。
岩手待ってる。サイクリングツアー参加したって。なんとか牧場、なんて読むんだろう、小祝牧場、小祝牧場。徳島ラーメン食べてほしい。みんな地元愛があふれてる、いいね。また北海道来てねって。今日のご飯どうするって聞かれたら絶対ハンバーグって答える。一緒じゃん。カップリングやらないの？やるんじゃない？あ、Bセルぶりのイコラブ会。お、イコラブ会。やったやった。イコラブ会。ツインテールだ。ツインテールだよ。またレイクタウン来てって。レイクタウン、なんかレイクタウンまた広くなるの？岐阜タンメン、こないださめっちゃ愛知終わった後みんなめっちゃ岐阜タンメン食べてた。岐阜タンメン食べたことない。岐阜タンメンって一体何？味噌煮込みうどんはさ食べたことあるけど、岐阜タンメンは食べたことない。確かに愛知のに岐阜タンメン、え、岐阜はてなはてなはてな、岐阜、岐阜生まれのタンメン、あんかけスパ有名岐阜のタンメン、スガキ屋の、スガキ屋のタンメン。野菜とかが入ってんのかしら。塩ベースの野菜いっぱい入ってるラーメンだよ。ニンニクも結構入ってる。おお、美味しそう、美味しそうなんじゃないの。牛乳、牛乳ね、ハーゲンダッツの原料の牛乳、すごい。台湾混ぜそば、混ぜそばあんま食べたことない。混ぜそば、混ぜそば食べてみたいな。でも愛知が終わってからつけ麺食べたよ。つけ麺、つけ麺たまに食べたくなるんだ。こんばんは、こんばんは。ご飯食べてくる？いってらっしゃい。6時15分ぐらいになったよ。そろり、全然15分じゃなかった9分だった。そろり終わりにしようかしら。混ぜそばとか油そば、意外とそのそれ系食べたことない。混ぜそば、混ぜそば今度食べてみようっと。あさってから新年度だね。新年度みんなファイトだよ。髪型かわいい、ありがとう。ハマるんだ。何うどん、何うどん、何うどんが好きかな。なんだろう、でも煮込み系のうどん好きだよ。さっきもなんかうどんの質問来てた。その時きしめんが美味しかったっていう話したわ。スガキ屋のラーメンも私食べたことないな。カップラーメンとかよく差し入れである来てるけど食べたことないかも。分かんないけど、知らんけど。麺は柔らかい方が好き？あ、でも結構しっかりしてるのが好きよ。ふむふむふむ。じゃあここらでお別れするか。ひつまぶしは食べてよ。ひつまぶしはあのね、愛知が終わった夜食べた。ひつまぶし爆食い、爆食い妖怪ひつまぶし爆食い妖怪になったんで。ひつまぶし食べたいな。ひつまぶしみんなねもらってね帰りました。嬉しかった。元気でね、元気、みんな元気でね元気でね、元気だよ。次はゴブだよ。久しぶりのゴブ、ゴブだからなんか来る方々もなんかなんかばっかり来る方、何来る
メンバー何来る皆さんの何だろう顔ぶれがまた違ってくるのかしら。楽しみ楽しみとまた明日日曜日、明日は日曜日だからさ、日曜日だからまた明日もまた来るメンバーが変わってくるかも。やったー、楽しみにしてるね。五分あるのめっちゃありがたい。そうそうだよね、夜さ、夜だから6時半から、まあ、受付時間がさ7時半までだから気をつけて来てください。あ、久しぶりに出していくよって、やったぜやったぜやったぜいつか必ず会いに行くよって待ってるよ。明日早番のファイティン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 、また明日今日はお話できて幸せだったけど、また次いつ入るか分かんないよって言ってる。うん、またショールームするね。またまたねバイバーイバイバーイ、ありがとう、みんな来てくれてありがとうね、コメントしてくれてありがとうね。お腹鳴ったわ、お腹が空いたってことなのか、これはお腹が鳴ったってことはバイバーイ、まったねー、バイバーイ。好きです、ありがとう、お腹すいたバイバーイ。